皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は、集客を省略化して収益を最大化する女性のためのゼロから始めるコミュニティ運営術ということについてお話をしていきたいと思います。コミュニティっていう概念はですね、人によっていろいろ解釈とかは違うと思うんですね。それで私が考えているコミュニティ運営、実際に自分もコンサル生さんのサロン運営とかもしているんですけれども、会員制サロンですね、そちらの運営もしているんですが、その中で感じていることと、それの成果と効果ですね、そういったものをお話をしてみたいというふうに思ってますので、人によっておそらく考え方が違うと思います。いや私はそういうのはしないしできないしということであれば、もちろんご自身のルールで運営されるといいかなというふうに思いますので、これはあくまでも私の試験になりますので、こんなやり方があるんだねっていうのを理解してもらえればそれでいいかなというふうに思っております。まずですね、コミュニティの運営をどの段階でどうしていくのかっていう、コミュニティというこうね、自分のこう、ファンの集いというか集まりというか、そういう部分になっていくんですけど、一般的に今世間一般的に流行りというか、よく言われているのはオンラインサロンっていうものですね。私自身も加入してますけれども、近婚の西野明宏さんのエンタメ研究所っていうところに入っていて、守秘義務がありますので中身に対してどうこうっていうのは言えませんけれども、2万人超えの今巨大なグループになってます。2万人の人の気持ちを、当然離脱して辞める人と入ってくる人が日々動いているのは知っているんですけれども、率いてそれを飽きさせずに継続をさせる、私も毎月1000円払ってますけれどもね、それに匹敵するだけの内容の情報量の発信をしていくっていうのはやはり並大抵のことではないですね。結構大変です。やってみた方は分かると思いますけれどもね。彼の場合特にリアルで会える人数が少ないですのでね、そのウェブ上で心を引きつけつけながらずっとやっていかないといけないんですよ。するとほぼ毎日ですね、かなりの長文のご本人の活動とか考え方がガンガン上がってくるので、単純に見てて面白いなっていうか、こういうことを考える人なんだっていうニュアンスで私は見ています。ただ当然アンチの人もいるわけで、アンチの人とかだと宗教みたいで気持ち悪いとかね、いう方もいらっしゃるんですけれども、それは別にその方が入らなければいいだけの話なので、基本はそのコミュニティ運営っていうのはその人の話を聞きたいから、その人の思想が好きだからということで人が集まってくるっていうのが、コミュニティになるわけですよね。そうするとじゃあ例えば教室の場合とかもコミュニティにはもうすでになっているわけですよね。そこのあなたの生徒さんでいるっていうだけである程度コミュニティの状態ですよね。ただ例えば毎月会っている、ないしはコースレッスン申し込んでくれている、そこだけではコミュニティにはならないですよね。私もパンの上の時にはコミュニティは作りきれてなかったですね。メルマガはね配信してたんです。ただ月に1回っていうレベルだったんで、業務連絡に近いですよね。こういうことをやりましたっていうのと、新しい新コース作りました、イベントレッスンこれですっていう、お知らせ的な部分で、その当時私どれくらいいたのかな、生徒さん500人ぐらい登録ありましたかね。その生徒さんたちに発信をしていたので、コミュニティ運営というほどきちんとしたものはできてなかったです、その当時は。で、ただですね、やはり生徒さんとして来てくださっている方なので、何かを当然発信をすればですね、そのレッスン来たかったですみたいなことで埋まったりすることはあったので、ゼロから集客をするよりはですね、非常に楽ではありました。知ってる人が2回目買うのと、あなたを全く知らない人が新しくコースとかレッスンに来るって、このハードルの高さはですね、多分皆さんが感じているより相当落差加減が違いますね。知ってる人が来る場合と知らない人が来る場合のハードルの高さは5倍から下手すると10倍
になります。なので知っている方が再度訪問、リピーターっていうふうに言いますけれども、その状態を作るっていうのは商売上ですね、非常に大切なことになります。これが上手に運営できているのが整体治療院とか美容院、ここうまいと思います。ちゃんと顧客名簿の管理もしっかりしてますし、季節のおはがきとかやはり来ますしね。あと化粧品屋さんとかも上手か、化粧品屋さんとかも肌の調子とか、新しい新色の、くじ目に入りましたとか、何やかんやでダイレクトメールが届きますね。ダイレクトメール嫌っていう人は当然届かないんですけど、私はそれによって、そういう新しいものが入ったんだったらちょうど化粧水切れてるし行っとこうかなみたいな、行く動機になったりしますね。あと美容院とかだとお誕生日はがきとか届きますので、お誕生日の方は 10% オフプラスお誕生日プレゼントとして抽選券を引いてもらって、ささやかですがプレゼントみたいなので、何でしたっけ、コンディショナーとかねもらったりとか、そういうのもらえたりするので、そういう付き合いとか続いてます。ただこれはコミュニティ運営っていうより顧客維持っていう、そういうあれになるので、コミュニティはねもうちょっと積極的なイメージになります。だからオンラインサロンとかがそれに近い状態になるんですけれども、実はですね、私は期間限定のオンラインサロンっていうのも運営をしています。もうすぐ期間が来るので終わるんですけど、どんなオンラインサロンだったかっていうと、私の本の出版2冊目4月に出るんですけれども、その本の出版を応援してくれるサポーター募集みたいな形でですね、その本を作っていく裏話であったりとか、本の原稿を先行で読める権利とかですね、あとはその出版記念パーティーのセミナーの方は無料ご招待、懇親会の方はお食事が入っちゃうのでこちらの方は実費を払っていただくんですけどね、それとかあと月に1回 Facebook ライブセミナーとかをやっていて、お役に立つ集客情報とかですね、そういうようなコンテンツとか、普通に外で喋っても3000円とか5000円ぐらいの、価値があるようなセミナーをやりますみたいな形で募って、月額1000円という形で10ヶ月限定ですね、こちらの方を運営したことがあります。ただですね、私がそんなにこう絡みっていうことよりも、こちらから発信するのを皆さんが読むっていう、ロム線とかっていう言葉で表されるロム、読むだけですね、専用みたいな人たちが多いような運営をしていたので、中で活発化してどうのこうのっていうようなコミュニティではなかったですね、そちらの方は。はい、ただ私のもう一つの方ですね、私自身がコンサルティングをしている、会員の皆さん向けのオンラインサロンっていうのがあるんですけれども、そちらの方はもうちょっと様相が違います。っていうのが、私が実際にコンサルティングをしているメンバーのたまり場みたいな形になっているので、月に1回のズームセミナーがあったりとか、実際にリアルで会うイベント私が積極的に仕掛けています。3ヶ月に1回セミナー&懇親会とかですね、1年に1度は慰安旅行じゃないですけど、行きたい人はですよ、全然強制参加じゃなくて来てもいいよみたいな状態にしてあるので、こうリアルで触れ合う機会を作っているっていうのが一番大きなポイントの違いですね。リアルで人って会えると、やっぱり普段こうオンラインで見ているようなレベルよりももうちょっと親しくなれますしね。あとはズームセミナーっていうのは確かに交流とかもあって、皆さんこう会員さん同士ワイワイやれるんですけど、全員がその時間に必ず入室できるわけではなく、子育てとかをしている方とかはやはり録画で見るしかないので、とはいえ参考にね見ていただいているっていう状態なんですけれども、そういう交流の場として使い、かつ皆さんとの横つながりもやるっていうことで、ただオンラインサロンの中は宣伝合戦になると困るので、私の許可を得てからでないと掲示板に書けないという仕組みにはなっています。なのでよくね、ご自身の商売とかをガンガンこう宣伝することによってサロンが荒れていくとかっていう話も聞いていたので、私が皆さんにとって有益であるという、私のルールにおいてそれを発信して、皆さんにそれを受け取ってもらう、コメントを書いてもらうのは全然構わないんですけども、自分の宣伝を
するっていうような場に使うっていうことにはしないようにはしています。私自身が、あ、それはみんなのためになるから宣伝したら募集かけてみたらっていうことを言ったりとか、ただしその場合には私の許可、高橋拓の許可を得ているということを書いてもらって宣伝をしているので、それで濃いつながりができますね。実際に会っているし、すでに知り合っている私というコンサルを受けているメンバーとい う, こう格の感じができるので、うちのメンバーは非常にこうなんていうんですかね、つながりが深い感じになります。で、私はそれを昔から作りたいと思っていて、なぜならば教室の先生というのは孤独だというのを知っていたからです。で、教会とかに属してっていうそういう作り方はね、あまりしたくなかったんですね。だからグループの中には皆さん入れています。発言をするのも自由です。論戦読むだけでも構いませんというルールにしてあって、何か参加したいイベントだけ参加してもらえればいいっていうことにはしてありますけど、不思議なことにですね、やはり積極的に参加して発言して人のために役立つように動いている人はやはりみんなからも支持されたりとかもしますので、結果としてですね、業績アップないしは加速度がついて早くいい状態の回転が回っていくっていう傾向があるなというのは感じています。だから人のためにたくさん動く人ほど業績がいいということになりますね。はい、なので当然私はそれをまとめている長になりますので、私が皆さんのために一番動くのが当たり前だと私は思ってコミュニティの運営をしています。ですので、それはまあオンライン上の話ですけれどもね、リアルでね、やはり何かね、楽しいことはやっぱ人好きですね。私パーティーが好きなんでよくやりますけど、それもセレブのパーティーとかじゃなくてですね、来てエンタメを楽しむために来てもらうんです。だから当然私の衣装を楽しむとか、何かエンターテインメントをやることを楽しんでもらうっていうことで来ていただいたりとかしているので、まあ帰ったら参加して元気になる、明日からの指針ができるみたいな、そういうことを常にテーマでパーティーとかもやってるわけなんですけれども、まあ、じゃあそういうことがご自身のね店舗でできないか、教室だからといってそこに来ている時だけ楽しむわけじゃなくて、なんかねお楽しみイベント横つながり、生徒さんの横つながり作るために社員イベントとかやったらいいと思いますよ。私のところではないんですけど、例えば畳屋さんとかで、年に1回ですねバスツアーとかを企画して、自分のお客さんに声をかけて行きたい人一緒に行こうよみたいなバスツアーがもう何十年も続いてやっているっていう、バス2台チャーターですからね、確か40とか50は乗れるってことは100人集まるとかいう話とか、あとは住宅工務店で、バーベキュー大会やるって言ってね、300人とか400人とか来るらしいですよ。肉の量がすごいとか思いますけどね。何かそういうこうその会社と付き合っていてコミュニティが広がるみたいな、そのだから売る商品ばっかりでやる必要はないということです。私はコンサルですけれども、何かね皆さんと一緒に食べに行くみたいなのもやったりとか、普通にパーティーとかもやったりとかしますしね。そういうなんか人の付き合い、リアルな付き合いっていうのがあると結びつきが強くなるので、結果としてそのコミュニティ内が活性していくっていうことでの、まあ、お金の循環があったりとかですね、まあ、私がイベントを組むっていう部分において申し込みが入るっていうところがありますので、強制参加ではありません。来たい人が来たらいいと思っているし、こういうの逆に立ててくれませんかって依頼されるので、それを立ててサロンメンバーに聞くとか、そういうやり方をしていますね。そうすると集客っていう概念がなくなるんですよね。集めてるっていう感覚じゃなくて、これやるけど来たい人手挙げてみたいな、そういう感覚で講座が成り立つようなケースとかねありますし、ちょっと大規模にやりたい面白い内容とかだと、ね、友達とかで一緒に来たい人誘ってみてくださいとかって、そんな話とかもね言ったりとかしています。ですので、コミュニティを持っている、そういう器があるっていうことは、必ず売りであるっていうことの運営ではなくてですね、人と人とがつながることによって、信頼構築の深さが増していく。それによって結果として、まあ、申し込みが入るとか、まあ、誰かを紹介してもらうとか。だから、それある気で作らない方がいいとは思います。まずは、私の場合には特にエンタメなので、喜んでもらうこと第一に、
全てのイベントを組むようにして、イベントっていうとセミナーもそれになるんですけどね、はい、イベントを組むようにしてます。だから楽しくワクワクすること、まあ、あと私の場合には衣装も期待されるので、地味に衣装代が今回は何にするとかでね、いろいろ考える、まあ、楽しいんですけど、それなりの出費は出ていったりとかねしていますけれども、まあ、そういったものも目で見て楽しむ、参加して楽しむ、今後のコミュニティ運営は参加型がいいかなというふうに思ってますね。町の人が一方的にこう出すんじゃなくて、そしてさらに私がその進化系で望んでいるのは、そのコミュニティの中で知り合った人たち同士で例えばコラボイベントを組んでいく、誰かだけが儲かるとかではなく、お互いに切磋琢磨していいように勝手にこう自走して上がっていく、そういうコミュニティを作りたいなというのは昔から考えていて、今運営をしています。で、私がやっている会員制のサロンの方はその形ができつつあります。私が不在でもそこで組んでいってうまくやっていくっていうこと、それは思想と思考の方向が一緒だからっていうことになります。で、私自身がこれを最初からゼロから考えたわけではなくて、私のコンサルタントである平賀正彦先生という方が、ご自身がやってねとか言わなくても地方の方でその息を感じた、ネット集客でなかなか会えないからリアルで会おうねっていう勉強会を開こうって言った幹事さんがいらっしゃって、その方たちが主催することによって私もその会に参加したりとか、そこで本当のリアルな横つながりができることによってお仕事が非常に上手に回ってったって経験があったので、私もそれのさらにもっと濃い女性版ですね、女性の方がねコミュニティでねこう助け合うの上手なんですよ、男性の会よりも、うん、そちらの会もねさっぱりした感じの関係で、助け合う、しかも知り合ってっていうことでやっていくのも悪くないなと思ったんです。女子の場合はねもっと密な感じです。だから逆に相乗効果も出やすい分ですね、ネガティブな感情も蔓延しやすいので、そこは腸がしっかり抑えていくべき必要があります。私のルールだと皆さんに言っていますので、若干暴君みたいな雰囲気ですけれども、そういったネガティブ発言とか誰かを誹謗中傷するとか変にグループを作って対立をするとかいう人がいたら除名ということは私がルールになってやっていますので、私自身が全ての人に対してフラットなので、そのルールの上において運営をしていくっていうことを皆さん理解してやってもらってるので、非常にうまく運営できてるのではなかろうかっていうふうに思ったりしている次第です。ですのでまとめますとですね、まずゼロから立ち上げたいという場合には、まずその、参加してくださった方のその、まあ、一つのグループを作って、そこにまあ発信をしていくっていうことの許可をもらうということですね。で、その中にたまにはこういうのをやりますけど一緒に行きませんかっていう、たまに自分がイベントを作って発信をしてみるということで、来たお客さんを中心にまずコミュニティを作っていくというのが一つです。あとは例えばメルマガ読者とかが増えてきたら、感謝デーみたいな、謝恩デーみたいなのを含めてですね、そのメルマガ読者さん会ったことがないこととかもいい機会だから来てもらおうみたいな形で、炙り出した状態で来てもらって、さらにそこで仲良くしていくみたいな、そういったものを作っていくっていうのもありなんじゃないかなと思いますので、長期案件です。これはすぐに集客したからといってすぐにできるものではなく、最初のコミュニティは1人とか2人かもしれません、5人とか6人かもしれません、でもそれを地道に長く続けていくことによって信頼ができて、30人50人100人っていう規模がだんだん大きくなっていく、規模が大きくなると運営が大変です。だけれどもそれをしてでもですね、やっていく価値がある、軸になる核の部分があると、いろいろな意味で売り上げとかも安定したりとか、新たな商品を作っていくのにその人たちに聞きながら作っていけるので非常に有利であるということがありますので、ぜひ、女性であればなおのこと効果が出やすいコミュニティ運営ですね、こちらの方も取り組んでみていただければというふうに思いますので、ご参考に。それでは。